でも私の心を引き戻してくれたあなたの力、クイーンの血を受け継ぐあなたなら。何？え？あなたをお守りします。上に何があるのでしょう。お待ちください。ご気分はいかがですか？何か足りないのでしょうか？今参ります。広い場所を歩きましょう。あのはしごは登れそうです。
道を選ばなくてはならないようです。この先に何かを感じます。誰かの意志が働いていますね。誰が使っているのでしょうか。宿り着です。休みましょう。扉、開けてみますか。棺を探しましょう。長い洞窟ではなさそうです。視界が悪いですね。
週末のトゲ、あんなに大きなものが。人工物です。何かの施設でしょうか。一歩ずつ足を進めましょう。残念ですね。お待ちしていました。こちらが見えていますか。あの巨大なトゲ、生きているのでしょうか。人工物です。何かの施設でしょうか。使わせてもらいましょう。
強い力を持つ者が落ちたらきっと凍えてしまう。必要します。山というのは複雑なのですね。滑らないように気をつけて。穴があります。道が分かれていますね。何かが近くに。
でしたか。そうか。おはようございます。支度は大事ですね。梯子は登れそうです。壮観だな。山登りが好きな連中の気持ちが少しわかる気がするぜ。あの時の景色と同じ。ニコラ、ここに何があるというの？お前は灰になったはずじゃ。警戒しろ、罠の可能性もある。ニコラ、本当にあなたなの？私に何を伝えようとしているの？消えた。何なんだあれは。これは決意。これに
子の記憶が。継承者のイメージによって棺はその形を変える。ニコラ、お前はどんな場所を選ぶ？せっかくならかっこいいのがいいな。悪と戦う巨大ロボットとか。お前が心から落ち着ける場所を選べばいい。落ち着ける場所か。うん、決めた。継承者になったら、その力でもう一人の僕を作ってもいいかな。ミアはああ見えて結構寂しがり屋でさ、僕がいないことを知ったらきっと悲しむと思うから。ダメだ、侵害の力は危険だ。行使すればするほど暴走の危険が高まる。分身を維持するには相応の代償が必要になる。悪いわね、認めるわけにはいかない。それに棺はあらゆる情報を遮断する。たとえもう一人のお前が姉と一緒にいてもて、お前自身じゃ。ここが継承者となるお前の戦場だ。うん、行ってきます。お前は誰よりも強い心を持った戦士だ。せめてその眠りの安らかならぬことは。ごめんチャック、それでも。今まで一緒にいたニコラは、あの子が作り出した分身だったっていうこと。私がレヴナントとして目を覚ました時にはもう。そうか、だからあの時あの子は血流を飲んでも回復しなかったのか。一緒だったのに。今までどんな時だってずっと私だけ何も知らないまま、ニコラは一人きりだったのに。あの子この先にいるはずだ。会いに行こうぜ。そのためにここに来たんだろう。
わせてもらいましょう。たくさんの山々までよく見えます。この力で。目覚められましたね。そうか。敗北は終わりではない。恐れないでください。さすがですね。Thank you.
でしたか。必要します。景色見られて嬉しいです。
きましたか。させてもらいましょう。強い殺意。
の傷ならともかく心はどうしようもにゃいから。目覚められましたね。支度は大事ですね。全力で挑みましょう。四角に。したか。
は大事ですね。今参ります。何か心配事ですか？どうして畳んであったのでしょう。ここまでです。
退けましたね。素敵なものが入ってるといいですね。いいものでしたか。使わせてもらいましょう。焦らず、ゆっくり参りましょう。していました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。
一体何が起きているの？いや、危ない！ここは僕は君は蘇ったんだ。これはとてもラッキーなことなんだよ。ミアは大丈夫。我々がきっと蘇らせてみせる。約束するよ。ニコラの検査結果ですが、やはり継承者の適性があったようです。継承者？しかし数値的にさほど高くないな。まずまずといったところか。はい、あとは本人次第といったところですね。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。注意深く見ているのですね。こちらが見えていますか？人工物です。何かの施設でしょうか？
何かの跡地でしょうか。ここからは戻れません。疲れではありませんか。これも大崩壊の影響でしょうか。それは開きましたね。ここにつながっていたようですね。いかがですか、私との探索は。人工物です。何かの施設でしょうか。視界が悪いですね。ここなら休めますね。
どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。お待ちください。お待ちし、どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。何してるの？剣術の練習。僕はナイトになるんだ。
へえ、面白そう。じゃあ、私が相手してあげる。ミアは強いからな。この悪ガキども、向こうへ行きなさい。ニコラ、大丈夫？うん、大丈夫だよ。でも、またミアに助けられちゃった。強くなって、いつか僕がミアを守るんだ。